デッドヘッドマーダーズは1978年10月から1992年にかけてアメリカ合衆国で発生した連続殺人事件とされる赤毛の女性が被害者となった一連の事件のこと。犯人は判明しておらず、事件は未解決のままである。テネシー州、アーカンソー州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ペンシルバニア州、ウェストバージニア州で発生した。 被害者の多くは身元が判明しておらず、遺体は幹線道路沿いに遺棄されていた。当局は被害者たちはヒッチハイクを試みていた可能性が高いと考えており、売春を行っていた可能性もあると見ている。当局は一連の殺人事件は何名による犯行なのか、すべて同一犯による犯行なのか、被害者が何人いるのか、確証を得ていない。 被害者は6人から11人いたと考えられている。2018年11月までに、そのうちの4名は身元が判明している。2018年、犯人の故障として、非公式にバイブルベルト・ストラングラーという名称が考案された。この故障は、遺体が発見された地域に由来する。1983年2月13日、ウェストバージニア州。 ウェッゼル郡リトルトンの近くの250号線沿いで白人女性の全裸の遺体が発見された。通報したのは老夫婦で最初は展示用のマネキン人形だと思っていた。地面には積雪があったが遺体には雪がなく遺体はつい最近に遺棄されたようだった。警察はタイヤコンと足跡が近くにあることから被害者は別の場所で殺害された後に発見現場に 運ばれてきた可能性が高いと述べた。警察の捜査により、被害者は2日前に死亡しており、性的暴行は受けていないという結論が下された。死因は確定しなかった。頭髪の色は飛び色で、1985年までには、レッドヘッドマーダーズと関係する可能性があると指摘されていた。年齢は35歳から45歳と推定され、 他の被害者の年齢の中央値よりも上のようである。身長は168センチメートル、体重は61キログラムとみられる。目の色は茶色と推定されるが、死後に目の色が変化した可能性があった。傷跡が2箇所あり、1つは典型的な低王切開の跡で、もう1箇所は人差し指にある。足と脇は毛が反られており、水黒いに、 配慮のあった人物のようで、放浪やヒッチハイクをしていたような人物ではなかったようだ。遺体発見現場の近くで、身長が178センチメートル、体重が84キログラムから91キログラムの中年の白人男性を目撃したと述べた人々もいる。被害者は、ウェストバージニア州ホイーリングのバーの従業員、または、 客として目撃された人物である可能性がある。ウェストバージニア州当局はこの被害者がレッドヘッドマーダーズと関係していることに懐疑的である。1984年9月16日アーカンソー州ウェストメンフィスの近くの週刊高速道路40号線沿いで考察された女性の遺体が発見された。後に28歳のリサニコルズであると判明した。 衣服はセーターしか身につけていなかった。ウェストバージニア州の住民だったことも判明している。当局はしばらくの間、ニコルズの家族の身元がわからず、連絡を取ることができなかった。ニコルズは家族とは疎遠になっていたようだ。ニコルズの身元が判明したのは9ヶ月後の1985年6月のことである。身元は指紋により特定された。ニコルズは レッドヘッドマーダーズの被害者と考えられている。一連の事件と共通する特徴は頭髪が赤みがかった色であること、遺体が幹線道路沿いで発見されたことである。ニコルズの遺体はフロリダ州の夫婦により身元が確認された。ニコルズは夫婦の元にしばらくの間滞在していた。ニコルズは 幹線道路沿いのトラックサービスエリアから出発した後に殺害された可能性があり、おそらくヒッチハイクしようとしたのだろうとされる。1985年1月1日、テネシー州キャンベル郡ジェリコで拘束された女性の遺体が発見された。場所は、週刊高速道路75号線の南行きの側の向こうの土手を下ったところである。 死後から約72時間経過しており、遺体は腐敗が進行していた。死因は考察だった。被害者は白人で、髪は肩までの長さがある赤い巻き毛だった。年齢は17歳から25歳と推定されたが、30歳の可能性もあった。高褐色のプルオーバー、シャツ、ジーンズを身につけていた。また、 遺体は毛布にくるまって発見されており、後に毛布には精液が付着していることが判明した。目は緑色だった。体中に染みがあり、様々な傷跡も見られた。死亡時に妊娠10週間から12週間の状態だった。上の歯に補修して埋めた跡が部分的に見られ、そのうち2本は義死だった。死亡時の身長は155センチメートルから163。 センチメートルと考えられており、体重は50キログラムから52キログラムだった。2018年9月6日、指紋から被害者の身元がインディアナ州のティーナ・マリー・マッキニー・ファーマーであると特定されたことが発表された。ファーマーは死亡当時21歳だった。最後に目撃された場所はインディアナ州インディアナポリスであり、トラック運転手と一緒にいた。 ケンタッキー州へ向かったと言われている。ファーマーには1984年に失踪する前に娘が一人いた。ファーマーは当時家族により失踪が報告されたがインディアナ州当局は国のデータベースにファーマーの情報を登録しなかった。インディアナ州は他の多くの州と同様に失踪者の情報をデータベースに登録することを義務づける法律がなかった。 1985年4月3日、ビッグホイールギャップロードから約180メートル離れた場所で通りすがりの人物により若い女性の白骨化死体体の一部が発見された。場所はテネシー州キャンベル郡ジェリコから約6キロメートル南西で近くに露天掘り鉱山がある。死亡してから1年から4年経過していると考えられた。 年齢は9歳から15歳と推定された。死因は確定しておらず、他殺の可能性もある。頭蓋骨を含む32本の骨が現場から回収された。頭蓋骨は完全な状態で顔面の復元が可能だった。近くではプラスチックのボタンでできたネックレスとブレスレットが発見され、サイズ後のブーツや少数の衣服の断片も回収された。これらの物品は、 被害者の持ち物だった可能性もあるが、そうでない可能性もある。頭髪や目の色は不明で、年齢は他の被害者の中央値を下回っているが、死の状況から、レッドヘッドマーダーズと関係する可能性がある。遺体に対する最近の科学的な分析により、被害者は遺体が発見された場所の生まれでないことが示唆された。分析によれば、 被害者は、フロリダ州あるいは中央テキサスの生まれの可能性が高く、後に、中西部、ロッキー山脈諸州、南西部、太平洋沿岸部のいずれかに住んでいたという。1985年3月31日、テネシー州、チーザム郡プレザントビューで、赤髪の女性の白骨化した遺体が発見された。遺体は、死後3ヶ月から5ヶ月経過したと考えられており、 死因は不明である。しかし、遺体が、週刊高速道路24号線の29番マイル表と30番マイル表の間の区間の付近で発見されたことから、レッドヘッドマーダーズと関係する、可能性がある。他の一部の被害者とは異なり、被害者は衣服を身につけており、シャツとセーター、ズボン、下着を着ていた。白人であり、 身長は1 5 2トルから1 5 7トルだった。体重は確定できなかった。歯を調査したところ、いくらかの創生や重なりの証拠が見られた。死亡時の年齢は31歳から40歳と考えられた。身元が特定される前に作成された SP ピルグリムの顔の復元図1985年4月1日、ケンタッキー州シューノックス群。 グレーの25号線沿いでアドミラルの大きな白い冷蔵庫の中から女性の遺体が発見された。死因は窒息だった。死後から数日経過しており、2つの首飾りのペンダント、2足のソックスを除けば何も身につけていなかった。市民ラジオで被害者はノースカロライナ州まで乗せるように求めていた人物かもしれないという報告があった。 この身元不明の被害者の葬儀に500名が参列し、その模様はテレビで放映された。のどかな街だったグレーは事件で騒然となった。冷蔵庫の前面にはスーパーウーマンという言葉が転写されていた。遺体の特徴として、ほくろがたくさんあること、上の門紙が黄色く変色していること、腹部に傷跡があることが挙げられる。 腹部の傷跡は出産経験があることを示唆する。目は薄茶色で、髪は赤く30センチメートルほどの長さだった。これはレッドヘッドマーダーズの特徴と一致する。検種の後、年齢は24歳から35歳、身長は145センチメートルから150センチメートルと断定された。冷蔵庫の近くには、 靴が一足発見されており、被害者の持ち物の可能性があった。2013年1月に事件は報じられ、その後に警察はいくらか情報提供を受けた。しかし、寄せられた情報が確実な解決の糸口になるかは不明だった。2018年10月1日、この女性の身元がノースカロライナ州西部の SP レジーナ・ピルグリムと断定されたことが発表された。 DNA が遺体とピルグリムの娘との間で適行した。娘によれば母親は娘が生後6週間の時に失踪したという。ちなみにピルグリムはこの娘よりも前に4人の子供を産んでいた。1985年4月14日、テネシー州グリーン郡、グリーンビルで若い白人女性の遺体が発見された。死後3週間から6週間経過していた。 死因は重度のドン的外傷であり、死傷も死因の可能性があった。遺体は腐敗が進行していた。警察は指紋や DNA、歯の情報の回収に成功した。妊娠6週間から8週間の状態だったが、死亡する前に流産していた。年齢は14歳から20歳であると推定された。25歳の可能性もあった。 身長は 163cm から 168cm、体重は 59kg から 64kg だった。歯にはわずかにカフタ工房があり、いくらか詰め物をしていた。このことは生前に歯の治療を受けた経験があることを示す。指の爪には桃色のマニキュアが塗られていた。頭髪は薄茶色から金髪といったところで一部が赤く、 染められていた。このため、この事件は、レッドヘッドマーダーズと関係する可能性があると考えられた。当局は1985年4月後半に、指紋から身元を特定できると期待したが、成功しなかった。被害者の身元の候補として6名の行方不明の女性が除外された。被害者の身元が明らかになったのは2018年11月のことで、ある。 当局は被害者の身元はニューハンプシャー州生まれのエリザベス・ラモットであると発表した。死亡時は17歳だった。1984年4月6日に失踪していた。ラモットの身元は DNA から判明した。2017年にニューハンプシャー州警察が家族から採取した DNA プロファイルと適合したのである。ラモットはニューハンプシャー州マンチェスターにある。 グループホームに滞在しており、気球をもらってから二度と家族のもとへ帰ってこなかった。ラモットの家族は当初、DNA プロファイルをベアブルック殺人事件の被害者である成人女性と比較することを申し出ていた。ロバート・エヴァンズという名で通っていた事件の被疑者の恋人がエリザベスというファーストネームで知られていたためで、ある。エヴァンズは後に、 テリー・ペダー・ラスムセンという連続殺人犯であると判明した。被害者のほとんどは存命の家族と疎遠になっているか、近くに住んでいないといった理由のために、身元が不明のままになっていると考えられている。遺体が発見された州の生まれではない可能性もある。1985年、クリーン軍の被害者の遺体が発見されてから間もなく、ペンシルバニア州、テネシー州、 アーカンソー州、ミシシッピ州は連邦捜査局に事件の捜査の援助を求めた。被害者や犯行現場の特徴の一部は一貫性がない。被害者の着衣の有無に差異があり、また一部の被害者は殺害される前に性交渉を行っていた。他にテキサス州で4人の遺体が発見されており、1981年にオハイオ州で1人の遺体が発見されているが、 この5名の被害者は1985年に、レッドヘッド・マーダーズの犠牲者ではないと認定された。なお、オハイオ州で発見された遺体は、バックスキンガールと呼ばれていたが、後に、マーシャ・キングという人物のものであると判明した。被疑者とみなされた人物もいる。1985年頃、37歳のトラック運転手、ジェリー・レオン・ジョーンズが赤髪の女性を襲い、 考察しようとした。ジョーンズは襲った女性が死亡したと思い込み、幹線道路の近くに置き去りにした。後にレッドヘッドマーダーズの犯人の候補からは除外されたが、1987年に女性の誘拐で有罪となった。被疑者から除外されたものの、2016年にジョーンズの DNA は統合 DNA インデックスシステムにより、 ティーナ・ファーマー殺害事件の犯人のものと一致することが確認されたと公表された。ジョーンズは2015年に獄中にて67歳で死亡した。ジョーンズは逮捕される前はテネシー州クリーブランドに住んでいた。他のレッドヘッド・マーダーズの被害者を殺害した犯人かどうかは明言されていない。他にも被疑者が存在した。ペンシルバニア州の32歳のトラック運転手が インディアナ州で若い女性を誘拐し、強姦した。被害者はどうにか逃亡することができた。この被疑者もテネシー州警察にレッドヘッドマーダーズの犯人ではないかと疑われたが、捜査の対象から外された。2018年、テネシー州のエリザベストン高校で社会学の授業を受けた生徒たちが講師の助力を受けつつ、レッドヘッドマーダーズについて研究した。 授業では犯人をバイブルベルトストラングラーと名付けた。FBI のプロファイラーからの情報を発展させ、犯人は1936年から1962年生まれの白人男性であり、週刊高速道路40号線を頻繁に利用するトラック運転手の仕事をしていた人物である可能性が高いとした。身長は175センチメートルから188センチメートル。 体重は8 2ラムから1 2 2ラムと推定した。テネシー州、ノックスビルあるいはその周辺を拠点として仕事をしていた可能性が高いと推定した。なお欧米においては伝統的に赤毛に対する偏見が存在した。当事件がこの偏見に基づいて行われたものかは定かではない。ザ・ドーネットワークナマス、ナショナルセンターフォーミッシングエクスプロイテッド。 チルドレン、ありがとうございます。